ポルトガル領政論は1505年から1658年までスリランカに存在したポルトガルの植民地。首都はスリランカ西海岸のコロンボ。ポルトガルがスリランカにおいて最初に接触したのは西海岸の高テ王国であった。ポルトガル領政論は高テ王国を乗っ取りつつ周辺の新原人の王国を征服する形で確立されていき、 1565年には行政の中心も凍って王国の首都凍ってからポルトガル領のコロンボへと移動した。また1619年には北部にあったタミル人のジャフナ王国も滅ぼしている。ポルトガルの統治下ではシンハラ人、タミル人に対してキリスト教が布教されたため圧力を生んだ。最終的にこれらの人々は当時ポルトガルと 対立関係にあったオランダへと支援を求め、オランダは内陸のキャンディ王国と同盟を結んだ。オランダ・ポルトガル戦争において、オランダはアジア各地のポルトガル領を攻撃。1658年にはコロンボが陥落し、最終的にポルトガルはスリランカにおける領土をオランダに割上することとなった。ポルトガルの統治が終わっても150年にわたる統治の影響は、 色濃く残り、今日においてもスリランカにはポルトガル文化の要素が残されている。ありがとうございます。